どうも、洋次郎でーす。はい、本日はレジャートレジャープールサイドハンティングのこちらのね、漫画の実況やっていこうと思います。それでは第1話からスタートです。さあ、ニコルンの休日というタイトルでやっていきましょう。おーということで、皆さんね、プールに来ました。いいですね、こういうとこ行きたいな。さあ、いろんなプールがあって楽しそうってことで、だんだん一日中遊びちゃいそうだねってことで、おー、みゆみゆが前向き、いいですね。レイカ様、施設の紹介をしつつ、隠された、K3 中のボールを探すのも、忘れないようにねってことで、これはなんかお化け企画でなんかボール集めるってやってましたよね、計算中で。計算中だったと思う。うん。ランダンがね、すごい怖い、なんか、あれに扮して、バットを振り回したからです。ニコル、もちろんよ、とね、必ずすべて見つけるわ。そして、まるっと5ページ、7分の20に紹介記事を入れてくれるっていうし、というね、あ、これはもう気合が入りますね。あまり力まない方がよろしいかと、仕事のことを忘れて、のびのび過ごしてほしいというのが今回のオーダーですから、とか、ガクッとね。あかねちゃん、冷静なね、ツッコミですよ。で、仕方ないわね、とね。でも、仕事で力を抜くなんて私にできるかしらってことで、はい、ニコルンはね、前の、な、お仕事全力投球ですから、例えに出して悪いんですけど、エガシア2時50分さんみたいな感じですね。並べんじゃねえみたいなこと言われそうですよね。もうそれぐらいね、全力でお仕事に取り組まれてるってことですからね。よっしゃ、なにわのマーメイドと呼ばれたみやこちゃんに任せとき、全力で楽しんだるわーとね、バーイ、波のプールに行こうとね、この二人はね、遊びますね。ふぅー、ズボボボボボーとね、あれが見本、あれが正しい。みたいな。あれにはなりたくねえって顔してる。ジュンとみやこは置いといて、二手に分かれましょうとね、もうこの二人はもうほっとかれてます。そして、水上アスレチック西側チームってことでね、こちらのチームがレイカ様、ツボ、アカネちゃんってことでね、水上アスレチックやったことありますけども、海でやったことあるんです。なかなかね、波がしてね、結構ね、波酔いしますよ、あれは。豪華なアスレチック、子供たちにとっては楽しいでしょうね。つまり、風景も子供のうちってことでね、相方に突っ込まれた、そして楽しそうだ。この、山になっていうところ上にいます、テイカ様。いいじゃない、取らないでよ、とね。で、前の子供が、何慌ててんだろ、このお姉ちゃんっていう顔で見てる。たまには、羽を外しても、とね、そうね、そう、サービスショットもお待ちしておりますと言いたいですね。ごめんなさい。遊ぶのも子供二人に任せましょう、とね。あかねっちゃん、プールメガネなんだね、とね。清掃ですから、ね、これ取っちゃったらね、あかねちゃんも子供になっちゃいますからね、おや、あの子は、ね、このあかねちゃんいいですね、おや、あの子はっていう、この顔いいですね、ポツンってことで、ああ、どうしたんでしょう、あの子は、ツボが行く、こんにちは、どうしたの一人ってことね、ううん、友達と一緒、でも、もじもじとね、でも、そっか。あの男の子が気になるんだねってね。はっ、なんでわかったの？ふふふふ、粒は恋バナマスターだからねってね、初めて知ったよ、そんなの。それに粒もそうだったから、お姉ちゃんもってね。自信なくて、踏み出せなくて、後悔してばかりだった。正直な気持ちを言うの怖い、正直な気持ちを言うのは怖いよ。でも、大事なチャンスを逃したら、もっと辛い気持ちになっちゃう。とね、ああ、なるほどね。朝平さんの家を、嘘ついて出てって、さあ、どこに行こうって言って、たどり着いたのはインターネットカフェでしたみたいなね、感じですから。うん。でも、君はすっごい可愛いから、自信を持ってアタックすれば大丈夫とね、あ、可愛い？私が？ってね、アイドルのツボが保証してあげるってね、だから覚悟決めて行ってこいってね、分かってよ、お姉ちゃんってね、すごくすごい説得力だ。うん、頑張れ。うまくいくといいですね。とね、大丈夫だよ。だってあの子本当に可愛いし、本当に可愛いですからね。大丈夫じゃないでしょうか。ちょっと、
これアセチックに隠されてたわよって、ずぶで、デイコ様ずぶ濡れじゃないですか。そしてペンギンがおめでとうってことで、ね、お、さすがリーダー、これで一歩前進だねってね、楽しまれたようで何よりですよね。真面目に探したわよ、そうかってね。さあどこに隠してあったんでしょうか。あのね、プールの中ですかね。そして西側チームボールゲットってことでね、これが第1話でございます。レイカ様かわいいですね。それでは第2話行ってみましょう。さあ第2話でございます。さあこちら、東側チームはウォータースライダーに来ました。こちらのチームが、ニコルン、タム、ランダン、ミカミ、ミユミユということで、じゃんけんポンとね、ということで私と東條さんが、このウォータースライダー、スライダーを確認するわというね、タムは楽しそうですね。早く行こう早く行こうというね、ただ単にね、ユウキちゃんはウォータースライダー滑りたいだけですね。じゃあうちらはアトラクションコーナーに行ってくるなーというね。あー、おー、気の抜けたスライダーの3人でね行くんですね。1時間経ったらあの売店の前に集合よ、いいかしらってことで、これはニコルンが言ってるんですかね。おーってことで、はい、そしてね、こちらウォータースライダー乗り場に来ました。ワクワクってことで、まあ探すにしてまずは滑ってみないとなーってね。途中にボールがあるかもしれないからちゃんと注意するのよってね。なるほどね。さあ本当に多分ウォータースライダーが滑りたいだけですね。順番だ、乗ろ乗ろ、元気ねってね。それとね、うおおお、これ本当に子供向け、ちょっとスリリングすぎないかしたとね、ポシャーンってことで、これはどっちの足だ、ニコルンなのか、なんかニコルンっぽいですね。なんか犬が見てみたいになってますけども、なかなかすごい、ですね。うわーって、あー楽しかった、もう一回乗ろうぜニコルンってね。ダメよ、スライダーの途中にはなかったんだから他を探してみましょうってことね。時間ならまだまだあるんだし、楽しまなきゃ損だぞーとね、ブーブーとね、でもーってことで、この顔いいっすね、ニコルンの。このなんか、あの、クレヨンしんちゃん感がある顔いいっすね。あはは、キャーとね、確かに楽しかった。あ、嘘、よかったんだ。よかった。それに今日は思いっきり楽しむことが仕事って言われてるし、とね。まあ確かにそうですね。ね、ほら、早く早く、ぐいぐいとね、もう一回だけなんだからね、とね、このツンデレ感。そして時は経ち。それで5回も乗ったんだ、とね、ヘロヘロ。さすがに疲れますね。兄ちゃんもゆうちゃんも30分の大遅刻やで、はっはっは、みたいな感じですね。でも、それだけ楽しかったんだよね。よかった、とね、ああ。ミュウミュウが嬉しそうだ。何の言い訳もできないわ。本当にごめんなさいとね。もうね、1時間後ここねって言ったのニコルンですから、行った張本人が30分も遅刻ってことで、そこに責任を感じてるんでしょう。でもほら、おかげで3のボールをゲットできたんだぞってね、じゃーんってね、パチパチパチー、おーどうやってゲットしたんでしょう。そしてね、少し前のお話です。おめでとうイルカさんからポン、え、まさかたくさんの多記念でボールがもらえるなんて、と、なるほどね。そうね、なるほど。やったーってね、とにかく、これで残るはあと一つ、絶対に見つけ出すわよってね、頑張ろうねとね、あ、そして最後のね、計算中の、中のボールはね、どこに隠されているんでしょうか。じゃあ、それでは第3話いってみましょう。さあ、そして第3話でございます。1時間後ってことで、はははキャーってことで、見つからないわねってことで、わーってことで、この2人はずっと遊んでんな。ボール探しのことを忘れているんじゃないかと思うんですけども、さすがにみんな集中力も切れてきたわってことで、ね、苦戦していますねってことで、これは誰でしょうか。あかねちゃんですね。優雅かな、これリゾート地なのかな。一人出てなんかグアムにいますね。いくらなんでもあなたはゆっくりしすぎじゃないとね。ああ、真面目なのがあなたの美徳ですか。少し休まれてはとね。あ、ちょっとだけならとね。ああ。さあね、休むことも重要ですからね。ふう。ずっと探し続けていましたから、お疲れでしょうとね。そうね。だけど、少し休んだらすぐに行くわ。急ぎすぎては、見落とすのもありますよとね。なるほど。たとえ何か見落としても、急いだ方がより多くのものを見せられる。私はそう信じているわ。なるほど。なるほどね。では、目を開けて見上げてみて、では、目を開けて見上げてみてください。ん?パチ。キラ。あれは、チュー。
って、あんなところにある？嘘、これどうやって撮んの？あーでね、もしかしてあなた最初から分かってて、さて、何のことでしょうってね、これ絶対分かってんな、おい。そして、あかねちゃんですね、確かに急いだ方が多くのものを見捨てられるかもしれません。でも、のんびりとした時間の中で見捨てたものも、案外悪くないかもしれませんよ。丸山さん。さあ、そして、ハスに構えてあかねちゃんが言う。斉藤さんも心に余裕ができれば、冗談の一つくらい言えるようになるかもしれませんよ。ってで、はい、この後、このね、あかねちゃんのセリフ、冗談の一つくらい言えるようになるかもしれませんよ。このセリフが後々重要になってきます。そして、ニコルはため息だ。はぁ、ってね。ディラディラ。そしてね、あのボールどうやって取ろう私も少しくらいのんびりしてもいいのかしら。ってね。おぉ。そして、ロケが無事に終わりました。これは帰りのバスですかね。まさか最後の一つがあんな場所にあったなんて、ってことね。大正デモクラシーやなぁ、ってね。おー、そうだなぁ、って。ツッコめや東大元暮らしやってってね。ねもう、疲れすぎて、もう、あーやもうツッコミ拒否ですよ。そしてニコルン、人より才能がない私は、休んでる暇なんてない。あ、そんなことないと思うけどな。今でもそう思ってる。でも、少しくらい甘えてもいいのかしら。とね、ああ、そうね、ミカミンとね、ダンダンが楽しくおしゃべりしてて、ジュンとね、レイカ様が、もうジュン、ダメよ、これが最後だからね、みたいな感じで会話してんのかな。うん。そして、ミュウミュウ、今日は楽しかったね、斉藤さん。とね、うん。そうね、楽しかった。ぴょん。ざわ、ざわざわ。ぴょん、ニコルンがぴょんだと。そしてさっき言ってた冗談の一つくらい言えるようになるかもしれませんよ。これここに行きます。ニコル、ミュウミュウが動揺してる。ぴょんかーってことで、そしてうわーニコルが壊れたーってことで、ね、拾い食いでもしたのかエリザベスよね。あーうるさい、なんでもないわよ、今のは忘れなさいとね。もう二度と冗談なんて言うもんですか、かーかーかーってことね。はい、ニコルの冗談で、バックが閉じるということになりました。そして、無事計算中のボールを見せたメンバーということでね、無事なんか雑誌のねページも5ページ分もらえたんですかね。いいですねこの、写真。年少やっぱりね身長小さい2人は、まあ、前列なんですね。さあね、楽しかったです。なんかね、水着ガチャもねよく当たるので、なんか僕はなんか、なんか水着になんか愛されてるなと思いました。どんな締めの言葉よ。